レオンチャンネル LINE スタンプついに発売。はい、レオンチャンネルです。今年の仮面ライダー冬映画の情報がちょっとずつ解禁されてきましたが、仮面ライダーギーツ&リバイスムービーバトルロワイヤル、さあヒーローの頂点へ。で、冬の映画だからギーツとリバイスのコラボっていうのはわかるけど、まさかの龍騎参戦で、公開されたポスターによるとそれ以外にもナイトとか王者も出てきそう。さらに龍がもういるっぽいんだよね。そして公式サイトにも大きくなぜかバイス消えたはずのバイス、まあファイナルステージでも一気の内面の世界で復活しておりましたが、今回はついに映画で完全復活なのかと思いきや、仮面ライダーバイス ID コア来た。プレミア特典でバイスのコア ID 来るって。しかもバイスレックスのコア ID で、じゃああれか、これを一気にが触ることで記憶が元に戻るのか。そんなわけで特典系が3種類解禁されて、まずライダーバイス ID コア、いつものおもちゃ付きプレミアム売券の枠だと思いますが、あ、やっぱ今回もあれだ、東映オンラインストアにて販売で12月2日から1850円で、え、安くない？コア ID って1個200円相当だから、クロコダイルバイスタンプと同じで店頭販売はなくてオンラインストアにて。何この全国合計 1.5 万個って、全国とか関係なくない？オンラインだから。あと 1.5 万個はそんなに多くないかな。これ詳細来てるかな。あ、ダメだ、このページに飛んで終わりだ。クリアブラックベースに青いプリント塗装でバイスのレックスゲノムが映ってて、いつも通りなら東映オンラインでプレミアチケットを買うと、この1850円で買うと後日おもちゃが送られてきて、チケットはまずその場ですぐ発行されると。なので全国合計 1.5 万個と書いてありますが、特に店頭でもらえるアイテムではないってことですよね。東映オンラインストアだもんね。なるほど。ただ他にもあって、特典付きムービー付き前売り券は11月18日から、あ、今週金曜日からか。これが1個1500円の劇場にてエントリー、変身カードホルダー、仮面ライダーギーツバージョン、リバイスバージョン各 1.5 万の合計3万で、前売り券を劇場窓口で買うとこのどっちかを選んでもらえるわけか。変身サウンドカードとかじゃないね。ギーツの腰回りっぽい背景にデザイアドライバーが映ってて、あ、まあまあかっこいいね、リバイスバージョンとかも。へえ、これはじゃあ買いに行くか。でも1,2,3で早速前売り券が3枚になっちゃうんだよな。これが18日からプレミアは12月2日から、それ以外には、あ、いつものね、こういうダッシュヒーローが入場特典で先着30万人だから基本はずっともらえるのかな。リバイスバージョンとギーツバージョン、おー、これはアルティメットか。へー、リバイスバージョン欲しいかも。こういうシーンが劇中であるってことっていう、前売り特典とかプレミア特典、入場者特典の情報解禁がありましたが、このような3つのアイテムで展開されるわけね。ライダーバイスコア ID だけ、まあ、すぐ発送してくれるんだったらいいけど、また到着がちょっと遅れるんだったら、って感じかな。最近は本当に店頭でもプレミア前売り券やらないんだね。1.5 万個ぐらいだったらやればいいのに。それ以外はあんまり情報解禁がなくて、一応ストーリーがちょっとあるのか。ギーツ VS リバイス VS 龍騎、衝撃のバトルが今始まる。仮面ライダーリバイスの最後の物語として始まる第1部、ほうほうほう。そしてギーツリバイス龍騎の共演による最悪のゲームへと突入するシームレス2部作で構成される今作。デザイアグランプリに招集された浮世絵たちを待っていたのは、何者かによって作り変えられた新たなゲーム、デザイアロワイヤル。暗躍する謎のゲームマスターの策略によって仮面ライダー同士がまさかの大激突。謎の仮面ライダーも登場し、前代未聞のバトルゲームが幕を開ける。で、激戦を制し最後に勝つのは誰か、そして勝者が叶える願いとは。で、ここでギーツの新フォームか、リバイスの新フォームか、龍騎の新フォームか、何かしらが出るんでしょうね。楽しみ。ってことでこのリンクは貼っておきますが、まずは今週末カードホルダー前売りを買いに行くか、12月2日東映オンライン限定のプレミア特典で前売りを買うか、このあたりはどっちか選ぶ必要がありますね。せっかく見に行くんだったらこういう特典いるもんね。以上、ギーツ&リバイスバトルロワイヤルの新たな情報解禁確認動画でした。